高須町は北海道上川総合振興局にある町。北海道のほぼ中央、上川管内の中心部に位置しており、バッサム町と北海道第二の都市旭川市に隣接している。高須町中心部から JR 旭川駅まで車で約25分という利便性の高さと豊かな自然に囲まれた住みよい環境にあり、旭川高須インター。 旭川北インターの高速道路開通で札幌県へのアクセスも容易になっている。基幹産業は農業で品質、収穫量ともに道内屈指のお米や良品質な野菜、付加価値の高いキュウリの生産などに取り組んでいる。高須町が未開の地だった頃、トンビをはじめ、ハイタカやオタカなどの大きな鳥が生息し、大空に輪を描いて待っていたと言われ、 その光景を目の当たりにした人が、大きな鳥の住むところを意味する、アイヌ語、チカップニと呼ぶようになり、それが意訳され、高市となったと言われている。1892年、石狩国上川郡の内石狩川右岸一帯を、高市村とした。1924年6月4日付でこの高市村は、東高市村,村、高市村、高丹別村の三村に分かれた。 谷と塩産業立地企業、農協郵便局宅配便警察消防2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人工霊人の消滅集落となっている。高須町の北の地区にある神社。毎年8月4日には北の神社霊大祭が開催され、獅子前の演舞が行われる。死死は頭が一人、銅が五人、死死鳥は一人で、薙刀、鎖鎌 棒持ち獅子と対峙する。太鼓、笛の林で、それぞれの舞の曲を奏でる。加賀の国から伝わり、富山県で行われていた獅子舞を、川辺玄三郎が高須村へ移住した際に、お筋氏を譲り受け、1898年に北の神社へ奉納されたと言われている。自然そのままの森の中に、約186日が経っている。 開拓時代の旧家の一部を復元した現高市案を茶室風の建物として活用。エゾエンゴ作などの季節の草花も楽しめる。502の固定席と充実した設備を備えた町の多目的ホール。年間を通じ音楽、演劇など様々な分野の公演を開催している。町内の団体が舞踊や民謡、吹奏楽などを発表する場としても使用されている。 夕からお売りの用いた座席を備えている。1982年に建設。橋の鉄筋を叩くと音が鳴り、夕焼け小焼けの曲を奏でる。日本で初めてのメロディーを奏でる橋ということもあり、各メディアなどで広く取り上げられ、メロディー橋と呼ばれるようになった。丸山調整地の周りに作られたパークゴルフ場。起伏に富んだ地形の54ホールは、 初心者から上級者までが楽しめるコースとなっている。自然を生かし、町民と行政が一体となって、整備を進めている、憩いの森。展望台からは、大雪山連峰を一望でき、5月には、丘が満開の桜で彩られる。大雪連峰を一望できる、丘の上の見晴らしゾーンや、桜フェスタ、晴れ晴れパレットなどの各種イベントの会場として、利用されている、多目的ゾーン。 パークゴルフが楽しめるレクリエーションゾーンがある。内は生産者、ありがとうございます。